な。もう日が暮れたね。どうする？でもこのまま放っておくわけにも。あれ、君らは。あ、温泉で会った。やっぱり久我山の後輩たちか。若葉にアキラだったよな。こんなところで何をしてるん？おっ、ちょうどよかった。聞きたいことがある。リオン先輩を知りませんか？久我山がいなくなったって。おいおい、明日は記念ライブなんだろ？はい。でも今日の本番前のリハーサルも出てこなくて。心配で実家を訪ねたけどまだ帰ってないみたい。サイフォンも切ってて、マネも血眼になって探してる。マジかよ。その一応リハは昨日で終わったんだけど。あいつ、何がリハは昨日で終わっただ。もしかして何か知ってるんですか？知ってたらぜひ。ああ、実は。リオン先輩がそんなことを。自主トレに行くとか言ってたが、場所まではちょっとわからねえ。微妙に様子が変だったから気にはなってたんだが。やっぱり思い詰めてるのかな。可能性は高そうだね。久我山のやつ、やっぱり何かあったのか？そのできれば内緒にしてほしいんですけど、リオン先輩最近スランプに陥っていたみたいで。スランプ？うん、一昨日のライブの後もそれでちょっと揉めてた。今回のライブもファンには概ね好評だった。だけど完璧には程遠い。どういうつもり、リオン？鳥の曲、明らかに抑えて歌っていたわよね。あなたならもっと全力で歌えたはずでしょ？やってるって、全力で。あなたね。まあまあ、誰にでも調子が悪い時はあるよ。でも何か悩んでいるならちゃんと相談してほしいな。この3年間私やレイカがそれぞれ悩んでた時と同じように。そうですよ、私も力になりたいです。リオン先輩が暗いとこっちも調子出ないよ。ごめん、しばらく一人で練習させて。記念ライブまでには絶対に間に合わせるから。リオン待ちなさい。リオン、そんなことがあったのか。学校じゃ明るく振る舞ってたが、そもそもあいつが調子を落としたのは何が原因なんだ？温泉の時はのんきそうっつうか、調子は悪くなさそうだっただろ？それは…こんなこと言うと変に思われるかもしれませんけど、最近スピカの周りで奇妙な出来事が起きていたんです。ライブ中に音響機器からおかしな異音が出たり、熱狂したファンがいきなり奇声を上げて倒れたり。
もちろんただの偶然。ファンの人もすぐに目を覚ましたらしいし、でもその時の先輩ものすごく動揺してた。顔が真っ青でライブ中なのに立ちつくんで、それからなんです、リオン先輩が調子を崩したのは。話は分かった、聞かせてくれてありがとうな。君らは今日は帰りな。あいつの捜索は引き受けるからよ。え、さすがに悪いです。ああ、遠慮はいらねえ。森宮は俺の庭だし、当たりをつける自信もある。それに悩んで迷ってる時、見つけ出して話を聞いてやるのはダチの役目だからな。お兄さんに任せた方がいいかもね。うん、時坂さんでしたよね、リオン先輩のことお願いしてもいいですか。ああ、任せとけ。実は最近なかなかいい場所を見つけたの。ちょっと郊外だけど、誰にも邪魔されないし迷惑もかからない穴場なんだ。すげえな、これが久我山の、いや、スピカのリオンの歌か。え？悪い、邪魔したか。別にいいだろ、減るもんでもねえだろうし。減るの色
ンドの記念ライブで発表する新曲なんだから。それをライブ前にファンでもない君なんかに生で聞かせちゃうなんて、はあ、久我山リオン一生の不覚だわ。たく、めんどくせえな。ファン候補に聞かせたなら問題ねえだろ。さっきの歌、正直すげえと思った。前にもらった曲やバイトで見たライブを軽く超えてるっつうか、心を直接震わされたような感じだった。ファンが入れ込んでる理由がようやく分かった気がするな。熱狂的なファン獲得ってわけね。さすがの僕年人もリオンちゃんの魅力にメロメロってところかしら。調子に乗んな、候補だ候補。ま、正直サインは欲しくなってきてるけどな。そっかそっか。でも全然興味がなかった君にそう言ってもらえるなんてね、私も少しはアイドルに近づけたかな。アイドルって今も現役のアイドルだろ。そうなんだけど、そうじゃないっていうか、スピカは確かに人気だけど、まだまだたどり着けていないから。あの時輝いていたあの人たちに。え？子供の頃からの夢だったんだ。10年くらい前、すごい大怪我をしたことがあったの。医者から助かる見込みは五分五分って言われるくらいのね。だけど難しい手術を乗り越えて私はなんとか生き延びた。何日も生死の境をさまよって目覚めたら病院のベッドにいたわ。でも手足は言うことを聞かないし、自分で起き上がることも難しくて、リハビリしても前と同じ生活を送るのは難しいだろうって言われた。何もかもに絶望していた時だった。希望も未来も何もない静かな病室に、楽しくてキラキラした歌が聞こえてきたのは、病室のテレビに映っていたのは伝説と言われたアイドルグループだったの。輝く笑顔と羽みたいに軽やかな踊り、前向きでひたむきなメロディーと歌詞、何よりもそれを届けるために一生懸命に歌う彼女たちの姿に、私は一瞬で勇気づけられた。さっきまでの絶望は何だったのってくらいに目の前に希望が満ち溢れて、私に夢ができた瞬間だった。それが10年前の話。そんなことがあったのか。だが10年前ってことは、うん、東京震災、あの震災はいろんな人の人生を変えちゃったんだよね。街も人もこの10年でほとんど元通りになったけど、まだ目に見えない傷は今も残ってる。そんな気がする。そうだな。だからこそ私はやらなくちゃならないと思うんだ。あの伝説のグループが震災で傷を負った人たちを元気づけてくれたように、この森宮の、東京の、日本の、世界中の人たちをスピカの歌で励ましてみせる。私たちならきっとそれができると信じてるから。久我山、すげえなお前。まさかそこまでマジだったとは思わなかった。まあ青臭いのは自分でも分かってるけど、
でも私は本気だから。ああ分かってる。ほんとすげえよ。正直眩しいくらいだ。え？考えてみりゃ、あの震災の後くらいから俺はひねくれちまったからな。てめえのことでいっぱいで、周りの人間に心配かけながらなんとかここまで来られたくらいだ。たく、あの頃の自分にお前の爪の赤でも煎じて飲ませてやりたかったぜ。キモ。そこまでマニアックなのはさすがにどうかと思うわよ。ものの例えだ、もののって最近じゃ使わねえのか。どうもじいさんやトアネーの影響で死後がたまに混じるっつうか。こんな話をしてるんだか。昔のことなんてスピカのみんなくらいにしか話したことなかったのに。そりゃ光栄だ。後輩の子たちもずっとお前を探してたぜ。ライブ前日だってのに夜まで街を歩き回ってよ。そっか、悪いことしちゃった。明日のライブまでにはなんとか間に合わせたかったけど、やっぱり心を込めずにうまく歌う方法なんてあるわけないよね。心を込めずにうまく歌う？ごめん、今のは忘れて。なあ久我山、後輩たちから少し話は聞いた。実は最近不思議探究部っていう部活なんかを立ち上げてな。不思議探究部？ああ、森宮で起きている不思議な現象を調べる集まりだ。よかったら力になる。話してみちゃどうだ。時坂君。かっこつけちゃって。最近スピカの周りで起きている奇妙な出来事、あれ私のせいみたいなんだ。ライブ中に異音が鳴るだの、ファンが気を失うってやつか。気づいちゃったんだ。それが私が特に心を込めて歌ってた時、ソロパートの最中にしか起きてなかったってことに。わけわかんないでしょ。だから他に上手い歌い方がないか一人で練習してたんだけど、結局いつものカラオケでも変なことが起き始めちゃってね、最後にここに流れ着いたってわけ。久我山、ちょっと聞きたいんだが、マジカルアリサっていうタイトルのアニメを知ってるか？ああ、私たちが主題歌を歌ったやつね。ちょっとエッチいけどなかなか面白いって評判だよね。って何よいきなり。どういうことだ。スターカメラの異変でもスピカの曲が流れてた。まさか。どうしたの？具合でも悪いなら。久我山、おい大丈夫か？しっかり。あ、グリード。
ソウルデバイス、異界化の影響か。おい久我山、しっかりしろ、返事をしやがれ。さっきのダメージが下がるがいい。あんたが逃がしたか。まあいい。久我山、妙な気配がすると思えば、まさか天使などに取り憑かれていたとはな。何なんだあんたは。時坂くん、ヒラギ、みんなも。先輩大丈夫ですか。あなたは。あとはお仲間にでも聞くがいい。いずれまみえる時もあろう。さらばだ。消えた。一体何なのだ。転移の術。時坂、怪我はねえか。大丈夫っす。でもどうしてここに。ホロスの緊急予測が出て急いでみんなに招集をかけたの。連絡がつかないと思ったらここにいたなんて。しかも一安心とはとても言えなさそうですね。加えて彼らまでこの地に現れたとあっては。彼ら、あの白い人ご存知なんですか。とにかく今は彼女を病院へ運びましょう。状況が分かり次第改めて説明させてもらうわ。霊視検査の結果が出ました。久我山リオンさんがかかっているのは転移付きとみて間違いありません。やはりそうですか。転移付き、それって一体。悪魔付きなら映画とかオカルト話でたまに聞くけど。その転移版というのが分かりやすいでしょうね。天使のような翼とともに人が何らかの異能を宿す現象。ひとたび宿主となれば自らの意志にかかわらず数多の災厄を振りまく。何件か前例もある怪異の侵食による症状よ。
やはり異界が関わってやがったか。でも人間に異能を与えるなんて。ええ、普通のグリードではなし得ないことだと思います。過去の例と同じくグリムグリードの仕業と見て間違いないでしょう。そんな、シャレになってないんだけど。それじゃ廃工場に現れた天使ってのがそうなわけ？いえ、話を聞く限り眷属クラスだと思われます。波のエルダーグリードを凌駕するほどの相手でしょうが。おそらくリオンさんはどこかで元凶の接触を受けたんでしょう。そして天使付きにされて異能を手に入れてしまった。装置は聞く人に影響を与え、異界化すら発生させるような最悪の歌声を。それが一連の事件の背後にあったからくりだわ。クソ、状況は分かった。このままだとリオンさんはどうなってしまうんですか？天使付きは言うなれば人を眷属に変える現象です。いずれは天使そのものと化し、異界の住人となる可能性すら。そういや、昨日のあいつについては柊木先輩たちには心当たりがありそうだったけど。あの白装束か。ええ、当然知っているわ。彼らの名称はクロノス・オールデン、教会が有する武装騎士団よ。教会？それっていわゆる精霊教会のこと？ええ、欧米圏において広く普及する世界的な宗教。その本山が独自に運用する異界に対しての実行部隊。裏の世界ではネメシス、ゾディアックと並び立つ第三勢力として知られているわ。異界に関わる第三勢力？そんな連中までいるのかよ。ネメシスとゾディアックは対立しつつも協力関係にありますが、刻印騎士団、通称オルデンは両勢力にとっても謎めいた勢力です。分かっているのは異界の封印を絶対目的とする彼らの基本的なスタンス。そしてネメシスの執行者やゾディアックの実行部隊をしのぐほどの戦力を有しているということです。彼がなぜあの場に現れ天使を退けたかは分からないけど、おそらく時期が来たら確実に動き出すでしょう。一切の慈悲も憐憫もなく、異界とそれを生み出す原因をこの世から断ち切るために。そこまでなんか聞けば聞くほどヤバそうな気がするんだけど。どうだっていい。あの白いのが何者で何を狙ってようが知ったことか。久我山はあれからずっと眠っちまったままだ。今夜の記念ライブへの参加は正直言って絶望的なんだろう。だが俺は約束した、あいつの力になるってな。だったら何としても事件を解決してあいつをライブに出させてやるまでだ。それが俺たちにとって最初の山なんじゃないか。あ、時坂君。なるほどな。祭りと喧嘩は最初が肝心、見過ごすわけにはいかねえな。私も賛成です。楽しみにしているファンの皆さんのためにも。まあ僕も最近スピカはそこそこ気に入ってるからね。力を貸すのはやぶさかじゃないよ。まったくあなたたちは。私たちだけではここまで思い切りよく動けなかったかもしれませんね。お嬢様、天使付きの元凶と思われるグリムグリードは市内のどこかに潜んでいるはずよ。時坂君、具体的にはどうする？そうだな、まずは久我山の現状を
家族やスピカメンバーに最低限伝えてやるべきだろう。合わせてあいつがいつどこで元凶と接触したか、その手がかりもつかみたいところだな。へえ、もっともらしいじゃない。依存はないわ。できれば昨日逃げたという天使型の眷属の行方も突き止めておきたいところね。なるほど、了解だ。とにかく動くしかねえだろう。まだ午前中だが、ライブが夕方からと考えるとあまり時間はねえ。はい。京香さん、各種手配をお願いしてもいいですか。はい、お任せください。それと転出機の症例を抑えるためのスタッフを。すでに手配しておいたよ。ミクリア様。トモアキさん。ゾディアック所属の専門家を手配させてもらった。これから転出機を一時的に抑制する術式を施す。しばらくの間侵食の進行を遅らせられるはずさ。そんなことができるんですか。なるほど、結界術を応用したゾディアックの医療術式ですか。助かるっす。どうか久我山をお願いします。君たちも頑張りたまえ。京華君、君の方は情報規制に回るといいだろう。人気グループのメンバーのトラブル、マスコミに嗅ぎつかれたら面倒だ。承知しました。お嬢様よろしいですか。ええ、こちらも情報収集をお願いするかもしれませんし。智明さん、それではよろしくお願いします。ふん、君こそね、僕の可愛いファムファタル。
高熱で倒れて病院に。連絡がつかないと思ったらそんなことになってたなんて。ライバー、記念ライブには間に合うのかい？難しいみたいっす、今のところは。そんな。時坂さん、君らか。今の本当なんですか？リオン先輩が高熱で倒れたって。こうしちゃいられない。プロデューサーに連絡しないと。すまない君たち、ちょっと席を外させてもらうよ。あの、時坂さんでしたか？できれば詳しい話を教えていただけませんか？リオンのことなら私たちにも聞く権利があるはずよ。ああ、了解だ。アルナさんに、レイカさん、テレビで見るよりもはるかに。ええ、なかなかの人物みたいです。すまねえ、任せろって言っときながら。いえ、教えてくれて本当にありがとうございました。驚きましたけど、状況が分かってよかったです。最近妙なことも続いていたし、心労がたたったのかもね。だったらそう言いなさいよ、バカリオン。その妙なことですが、いつ頃から起きていたんですか？この2週間くらいかな。ちょうど温泉旅行が終わった後くらいからです。毎回ライブで何かが起きてしまって。そんなの偶然に決まってるでしょ。まったく、どうしてそれがあの子のせいになるんだか。ええ、でもリオンが気にしていたのは確かよ。一昨日のミニライブでは怖がってるようにも見えた。そうなのか。そういや、君らは久我山との付き合いは長いんだよな。ええ、養成所からだから5年くらいの付き合いかしら。ま、当時から私とあの子は全然ソリが合わなかったけど。で、レイカ先輩、NG 発言来た。嘘ばっかり。お互い張り合ってばかりいるのに、苦しい時は励まし合ってたよね。それは。ええ、だから腹が立つんじゃないの。スピカって本当に仲がいいんですね。あ、でもそういえばレイカ、私たちのデビュー当時。あ、そうか、そういえばそうだったわね。何かあるのか？はい、実は3年前、私たちがデビューしてまだ間もない頃なんですけど、今回みたいな異変が重なったことがあったんです。なんだって？あ、本当ですか？私も初耳だけど。あなたたちにも話したことはなかったわね。その時起きていたのは音響機器の異常くらいだけど、デビュー直後で私たちもまだ噛み合ってなくて、余計にナーバスになってね。でも落ち込んでいた私とレイカにリオンが喝を入れてくれたんです。私たちはまだ何も持ってない、だったら開き直ってとことんやるしかないよって。そんなこと言われたら、まあ開き直るしかないじゃない。そしたら妙に噛み合うようになって、ステージも成功続きになって、気がついたら変な出来事とか全然起きなくなっていたわね。そんなことがあったんですか。ちょっと羨ましいかも。いい話だが妙だな。3年前にも同じようなことが起きていた。だが森宮氏の異変ってのは
今年からじゃなかったか。どういうことなんでしょう。この食い違いヒントになるかもしれませんね。あんま邪魔しちゃ悪いし、そろそろ失礼させてもらうぜ。記念ライブどうか頑張ってくれ。あの皆さん、ずうずうしいかもしれませんが、一つお願いを聞いていただけませんか。お願い？俺たちに？私たちは記念ライブの最後の準備を始めないといけない。だから代わりに伝言を届けてほしいの、リオンに。勝手に一人で抱え込んで挙句に倒れたりなんかして、文句の一つも言っておかないと気が済まないのよね。素直じゃないんだから。リオンは絶対にステージを諦めないと思うんです。誰よりも歌うのが好きなあの子が楽しみにしていた大舞台ですから。うん、先輩なら張ってでも来そうかも。歌うことにかけてはものすごく意地汚いし。もうアキラちゃん。でも私も不思議と信じられるんです。きっと最後はこのステージでみんなで歌っているだろうって。リオンさんも喜ぶでしょうね。たく、ほんと眩しすぎるっつうか。そうだなあ、君らどうせ伝言するならこういうのはどうだ。他に上手い歌い方がないか一人で練習してたんだけど、結局いつものカラオケでも変なことが起き始めちゃって